ほんとだ。近くないじゃん。近いなれよ。行った。はい、始まりました。題名、題名やんないですか。題名、そう、あれですね。今日はそう、初めての人がいるんですよ。初めての人なんです。そう、初めての人が、初めての、最近移籍してきたミキさんがいます。川崎です。はい、ノリが全然違いすぎる。アリスのニコラバと言っちゃったミキさんね、違うお店の時出てましたからね。そうなんですよ。ツイッター、ツイッター芸人の方がやっぱりツイッター芸人いたんで当時は当時は、はい、見たことあると思ったらねって。アリスのやつ俺見たことないんですよね。まあ、アリスのやつは大体そのツイッター芸人の方が一緒にやってたんですけど、なんかホストあるあるみたいな。あ、ホストあるある、はい、言ってそれに俺がボケ倒してるっていうだけの、はい、フリートーク永遠ギャグだったんです。そうなんですよ、っていう流れだったんですけどね。はい、やってた、やってた、見てた人いるんだ。いや、多分いるっす。嬉しい、それは。ミアはね、2回目だもんね。2回目ですね。すごいね、こうやって見ると盛り具合やばいね。やばいっすよ、盛り具合やばい。やっぱ部屋寝した方がいいね、ミヤは。そんな感じなのか。てか、今知ったけど、ナギくんとミヤくんって分け目逆だったんすね。逆に分け目違う。全然分かんない。違いがない。髪型どうなってるの。すごい似てるっすよね。なんか、ね、雰囲気がすごい似てる。スタイルと髪型と、細い、髪型は似てないけど、細いっすね、うん、すごい、お化粧も似てるような工程がね。化粧がね、濃いよ、うん、はい、俺目ないもんだって。あ、ミクさんそれツイッターのミクさんのスノー、はい、スノーこれあるじゃないですか、はいはいはい、あれが俺爆笑しました。それそれいや、みんなやってるから俺も流行ってみようと思って。流行りいいね、はい、やったんですけど、なんかちょっと違ったみたいで。なんなんすかね、みんなどういったアプリ使ってるかちょっとよくわかんないですよね。あんまりネット詳しくないですよね。ヤックスって V 系のお店なんだから。全然 V 系のお店じゃないっすよ。 V 系あんまいないもん。いや、それはない。それはないっすよ。ここ2人ぐらいしかいないもん。もっといません。もっといます。例えば誰っすか。ミクさん的に見てビジュアル系は。もう潜在写真は大体ビジュアル系っすよ、ね、ミクさんもあれっすよね。潜在はやっぱそうっすね。そうっすね。赤っす。赤髪なんで。とりあえずお茶だけど乾杯しますか。あ、お疲れです。お疲れです。まあ、今日何も疲れることしないですけどね。たくさんは今日有給だったんで。有給で給料だけもらいに来た。はい。そう。うん、あれ、萌えお兄さん来ないの。誰萌え兄さんって誰なんですか。ひなさんか。ああ。そう、ひなさんは今日ちょっとなんか闇深い。わかんないけど。で、ここの系列ってみんな闇深いって言葉めっちゃ好きじゃないですか。なんでや、闇深い。ちょっと大人の事情でちょっとひなさんは闇深いんで。またゲーム実況してください。あれ面白かったかな。超グダグダだった気がしないんだけど、ゲームの実況。まあ、好きな人は多分好きっすね。そうっすね。ブログとかも時々 見てますけど、めっちゃゲームの話すごい。ゲーム全然わかんないからな。あれ、ミアゲームやんないっけ。全然ないっす。はい。はい。ミヤもうさ、でもミヤの紹介もしたし、ミクさんはやっぱ有名だから紹介しなくても。有名じゃないっすよ。全然あれなんで紹介してください、ちゃんと。逆にっすか。紹介。ミクさんを紹介するプロデュースしてください。じゃあ、はい、ここ二人でミクさんを紹介しようかな。はい。お願いします。紹介っすか。じゃあミヤから B。ええ、ミヤから見てミクさんはどんな人ですか。どんな人。あ、嫌いだわ。出てこないから多分嫌いだわ。ごめんね。全然ごめん。いや、面白いと思いますよ、すごい。はい、面白い。嫌いなのか。嫌いではないです。嫌い、面白い。面白いですよね。まあ、でもナギ君はあれっすね、なんか時々ヒーリング結構合いますよ。合いますね。俺ツイッターとか見てると大体同じことを書かれてる。ミクさんは俺あれっすね、なんかすごい、結構稼い方近いな。何？何時に行けば綾波さん会えますか？今ニコ生配信してるからまた LINE するわ。直接出勤確認してもらった方が早いかもしれないな。じゃあな、なかなかいないっすよ。遅い時間かな。ニコ生だってば。じゃあね、早い時9時とかいいけど、はい、遅い時は10時以降だ。
ラックスってはぶっ飛んでないの。すげえ、朝キャバの客に今営業かけられたんだよ。何ですか。自分ばっかりいつも営業かけてくるくせにって強みっすね。嘘じゃんと思ってかぶられんのけと思って。すごいですね、今この時間に営業してるんだ。朝キャバなんで、はい。それは暇なんですかね。暇は、もう多分今日の予定立て始める頃なんで。ああ、そうっすね。朝キャバ今まあ、もう4時でも営業始まってから予定立ち遅いですからね。そうですね。前の日にやっぱりしっかり予定立てて、ね、予定立つまで帰れないっていうのがやっぱこっちとクラブ。そう。放送終わったら行ってあげてって書いてあります。ちなみにその子は可愛いんですか。なんて言ったらいいんですかそれ。どこまで攻めたらいいですか。もう俺のお客さんですよ。あ、お客さん？俺のあの普通に全然店来てる子です。ラックスも来てます。あれ、どの子だ。どの子だろう。俺ほらあのミクさんのお客さんの職業までは把握してないんでしょ。ああ、まあそうっすよね。まあ、大体僕のお客さんはみんなあのあれっすね。あの大体みんなナチスです。ナチス。ナチス。みんなナチスなんです。あ、ナチスなんです。はい。ナチスって言うと俺もう笑えてきた。みんなナチス。なんだやっぱり写真公開はやばいね。なんか恨みでもありますね。お客さんにちょっとやめてください。キャバの子が多い。キャバの子ってあんまいないっすね。キャバの子あんまいないっす。ああでもなんかその地方キャバ嬢には強いんですよ僕。ああ分かる気がする。なんか地方そう埼玉千葉とかのキャバ嬢とかは全然モテそうそう。あみんなお待ちかねの人が来ましたよ。ほらお待ちかねの人が来ましたよ。ひなさん、ありがとうございます。どうぞ座りましょう。じゃあ、ひなさん、こっちに。映ってないっすよ。ありがとうございます。映ってないっすよ。大丈夫ですか。なんか、すごい今日元気ないっすよ。そうですか。僕、元気ないですよ。萌えお兄さん来たって、ほら、ひなさん、目当ての人が。ああもう元気ないんですよ、私、もう今。この辺痛い。触れた方がいいっすか。え、その辺について触れた方が触れた方がいいっすか。こっち繰り返さない方がいいっすか。どういうさ、なんかね、体調はこうなんか胃が具合が悪いですね。いこれ食道？胸焼けですか？胸焼け？胸焼け最近やばいってことは。あやばい。もうなんかひなさん髪染めましたね。あ染めましたね。めっちゃ明るくなってる。そうなんす。髪切ったんすよ。切ったんすよ。そうマジかっこいいと思う。ありがとう。はい。メイクもかっこいいよ。それはですか？帰り送ってよ。いいですか？帰り送って。帰り送ってよ。いや僕マイクもうダメなんですよ。なんで？もう事故った？事故った？いやロックかけられちゃって無断駐車してたら。あーチェーンスやられちゃったんで裁判するよっていう話になってて今揉めてますね。横幅に止めてありますね。あーめんどくせえ。犯人みたいな顔してる。田村ゆかりみたいってこと？ひなさん今日犯人やって受けるんだけど枕で叩かれるっていうかね。叩かれないのにさなんか出なかったのよ。もえた枕ホストランキングに。あれ出なかったっすか。見ました。俺は出るかなと思ってた正直。でもあれ有名な人ばっかでしょ。そう、俺有名じゃなかった。だから俺も名前変える。星屑心のオスひなにする。名前変えても。ひなさん、まんじ、まんじ。もしくは星屑まんじひなにする。有名な、あやかって流行りに乗りましたもしくは俺もなんか、ひなさんとかあやなみとかにする美容師。ひなさん、土人って言われてますよ。土人土人が土人が顔が土色だね。自衛隊の方がどうしてるの完全にもうなんか顔が土色はやばいな。ちょうどいいなんかそれ考えたら、俺本気で考えたんだけど、まあ、やっぱあれよく考えて、なぎなぎとやったって言えるけど俺とやったって言いたくないんだよね。だから俺ランキングインしなかったよ。ああでもどうですか。あんま関係ないですよ。実際どうなんですか。実際のところ実際ですか。実際のところひなさんはやれるのかやれないのか。まあ、これなぎなぎとやったのってなんかよくわかんない話になってるもんね。いやなんかそれはやばいよ。ランキングだったね。クロエさんじゃないんだから。そうなんか初回で、まあ、1000円でやれるホストは誰だランキングみたいなやつがあって、こうなんか投票受け付けてたのよ。なんか某お店はなんかあれっすよね。なんか やってくれる人が多いとか3人ぐらいいたとか。そうなんかそういうのがあって、でそこにどこのお店の人とやりましたっていうのが女の子がこう投票していくんだけど、その投票のやつに俺は入ると思ったら入んなかった。入りたかったんすよ。面白いじゃんそんなの。いやでもなんか全然関係ないですけど、あの人いるじゃないですか、晒してる人、うん、あの人
に、例えばちょっかい出してるじゃないですか、あいつぜみたいな、やるともうすごいことになるらしい。すごいことになるんですけど、僕でもその人と土曜日会ってマージャンするんですよ。めっちゃ仲良しじゃないですか。さっきなんかツイッターで、めっちゃ仲良し、なんかマージャンするやりたいって言ってたから、俺もやりたいですみたいな。はいはいはい、ちょっとなんか個人的には興味がある。はい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 、お会いしてみたいな。いや、あの人ってどういう人なんですか？配信者なの？わかんない、よくわかんない。何なんだろうね、何がメインなのかなと思って。あ、確かにショコラ多かったけど、あのやめとこうかな。ショコラ店舗様の話があるんですか？あるからね、わかんないですけど。いや、ミクさん髪色めっちゃ落ちましたね。そうなんですよ、そうなんですよ。え、うちの店でやったら誰がランキングインするんですか？誰なんですかね。これやめたね、これやめとこうね、この話で。めっちゃいけなかった気がしたね。なんともいないですけど、なんともいない、やめようやめよう。マージャンやるって、いや、男性男性、その人は男性だっ、うん、なんかすごい、みんなすごい気になっちゃった。すごい気になっちゃった。初回これダメよ、初回枕ランキングみたいなやつ。これはね、もうね、あれだよ、あんま男性がやったってことってなんかよくわかんない話。男性がね、その初回ホストラ、初回枕ランキングっていうのを調べるよって言った男性に女の子がリップを飛ばして集計したってことよ。大丈夫かな、理解できんのかな、バカなのかな、これから。いや、理解できたよね。そう、 YouTube で初回枕ランキングで検索、理解進んだ、うん、いや進んだよね今ね。いや、俺が調べたわけじゃない、そういう話。ヒガさんが調べた、最近のあれを使って、もう真剣取ってるんですか。やったやったってだったらね、もうなんかね、なんかとりあえず2回目来た人にね、あ、やったのフィルムついて、あなたは担当のやりましたかって聞いて、やったらってがいいんだろ。ミキ1みたいな、マキ1みたいな。女の子があれですよ、自分から話してくるパターン多いっすよ。あるね、私こないだみたいな、あるあるある、どこやったのみたいな、レンタルルーム行ったんだけどみたいな、1、2みたいな。頼んでないのに正義をなんかパサ行った、3話してくる子もいるし、いるね。性癖っていうのがあるんですか？ミク君とか割とね、ぶっ飛んでそうだけどね。性癖がですか？性癖、さ、その辺に関してちょっと持ちネタないっすよ。持ちネタないっすよ。浜崎さん結構エグいなと思ってたね。うちはなんかむっつりとオープンの差が激しいっすよね。むっつり好きとか多いな。確かになんか言わないけどなんか実はっていうの多いよね。俺レイラさんとか絶対むっつりだと思う、あれ。あんな絶対あれ超むっつりですよ。いないのに勝手にむっつりやつがされるよ。ドエムいないですか？ドエム、ドエムはルイルイっすか？ドエムなんすか？俺も両方行けたんだ。多分多分多分ルイル。だって両方行けた方が得じゃない？万能って。え、だってほら S で楽しい、 M で楽しい、2倍楽しいじゃん。そう、楽しい。チンチンで楽しい、アナルで楽しいで4倍楽しいじゃん。もうこの時点で。アナル、アナル。そう。2倍の2倍だから4倍だよ。はいはい。これで男も女も行けたら4倍の4倍で16倍楽しい。ポーカーみたいになってるから。16倍アップみたいになってるから。ダメだね、ニューハーフも行けたら32倍楽しいよ。いや、まあ、男行けたらニューハーフ行けるっすよね、それ。あ、確かに同じだわ、それ16倍。じゃあマックス16倍か。そうっすね、マックス16倍っすね。え、でも、あの、なんかあれ、ミヤがさっきから全然喋ってないけど、超かっこいいんだよね。なんか目が痛いんですよね、さっきカラコン取って、落ちたんですよ、カラコン。うん、落ちて、なんか床落ちてすぐつけちゃったんです、時間ないから。外せばいいんじゃない？めっちゃ痛い、外します？うん、でも大体、なんか汚い話だけど、舐めたらって。舐めたら、あ、まあ、粘膜っすか、うん、体液だから。これ使う？潤落ちメズクレンジング。いや、これじゃない、絶対痛いっすよ、それは。もう目痛い、やばい。潤落ちメズクレンジングからの、ほら、マスクマスク、パッカリコロッコの背後、一人パックつけてさ、生放送してるわ。嫌だな、カラコン取りたくねえな。美意識高いんですよね。美意識高いんですよ。自分で、自分で店行って本番交渉した話って何？これつけます、うん、自分で店行って本番交渉した話。何の店？やべえこれ。メズクレンジングあるよ、そうつけとけばいいよ。何これ。かっこいい。やば、目薬あるよ。目薬あります。ひなさんのおけつにイボある話。目薬変えていいですか、じゃあ。目薬あるよ、はいはい。でも俺目につけるタイプだからめっちゃ眼病映るけどいい？え、前ですか。目につけないよ、つけないよ。俺がモノモライとかだったら映るけど大丈夫？じゃあやめときます。OK。やめとこう。やっぱ眼病映るよ。いや、なんか目にくっつけないと映せないんだよね。それやば。それやば。え、なんか目薬ってこうやってやると難しくない？難しいっすね。はい、なんか難しすぎて、なんか女子中学生に膝枕で目薬させてもらいたいもん。
目薬痛い、目薬刺してっつって、はい、やっぱりさっきの性癖の話に戻る。女子中学生だった。あ、しょうがないね、お兄ちゃんとか言われながらやられた。はい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 。最高だよな。マスカットされてみたいな。マチなロリコンなんすよ。そうでもないっすよ。僕この間まで付き合った人と年上だし。何でもいいって言ってましたよ。何でもいい。選んでくれるんだから。え、何でもいい、本当に。離れなきゃ何でもいいんだよ。ひなさんの使ったら角膜死ぬよ。角膜死ぬよって。鉄膜じゃなくて角膜までやる。角膜。めっちゃ奥まで行くから。表面だけじゃないから。いやー。CM 行きますか。CM 行きましょう。え、これ出ないの？あー、ちょっと大丈夫です。我慢します。了解です。じゃあ CM 行きまーす。お待ちします。先輩！なんだ？友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと？どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか？すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジンでな。始める前に友達の有野くんっていうのがいて、有野くんにお金貸してたの。有野くんパチンコ屋とか横でもう10出るから1万貸してみたいな。ああ、もう10出るから1万貸してみたいな。で、有野くん結局出なくて負けちゃうタイプの有野くんっていうのがいいの、はいはい、終わった後になんかメダル拾ってメダル入れてジャグラー1回で投げやるみたいな。ああ、わかるっす、それ。っていう有野くんっていう友達がいて、お金をね5万くらい貸したんだよ。はいはいはい。で、そのあなんか退入の話、今なんかどこどこ退入1万円どっか書いてあったじゃん。最大1万円って書いてあるけど、最大ってことは1万円じゃないこともあるし、もらえないこともあるのかなって話で、そういえば昔その有野くんがお金返してくれないから有野くんと退入に行ったのよ。有野くんあまりにもお金返してないから、はい、即日いくら支給っていうところに行って、はい、そうっすね。しかも一人で行かないから、もう俺も一緒に行くよ。トスやる気ないよ、なんかさ、あの背中こういう感じでさ、洗剤取ってる人がいたの。はいはいはい。どこの店か覚えてない、俺全然詳しくなかったから、その時。てか店名、その店はまだあるんですか、今。え、なんか麺キャバ王なんちゃらみたいな人がいたやつを。誰か分かっちゃった。分かっ、誰か分かっちゃった。しかも店どこかも大体分かっちゃった。そこに行って、その有野くんを働かせて隠してたから。あ、多分そうだと思う。でも多分ね、ビッチワングループってことですか。え、なんか俺覚えてないんだけど。その人のなんかよろしくねって言われた名刺の写真が特徴的、印象的だったから覚えてるんだけど、はいはいはい、で、そこに数年前に、本当にもう全然ラクサ入るよ、はるか前に有野くんと言って、はいはい、池袋 あの西口のマックでどこ行くとか調べながら電話して行ったの。はいはいはい。で、退入費を5000円もらうから5000円返してもらうっていうのをやろうと思ったら、なんか終わった後に本入決まったら最初の給料日に退入費5000円つくよって言われて、いやもう今日もらえないのみたいな、電話で聞いたよ私みたいな、そういうこと、ホストってそういうことみたいな。多いっすよね。え、でもあのこれあの念のために言うけど、今じゃないよ、5年くらい前の話だからちょっと具体的にどこって出ちゃったけど、5年くらい前の話、本当に今時そんなやつ多分ないっすよ、ね、多分どんだけ貧乏な数年前だったし、あとね、有野くんね、そんなにかっこよくなかった。あー、でもね、有野くんなんか条件だけ出すとすごいのよ。背が高くて、そういう感じですね。背が高くて、あ、口頭で説明するってこと。高身長の細身の派手髪顔面ピアスみたいな、はいはいはい、この条件だとなんかちょっとかっこくない。かっこいいですね。バンゲ受けは良さそう。バンゲ受けいいでしょ。髪の毛で赤かった、その時。はい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 、はい、ミア好きそうじゃん、そういう人。いいですね。で、ね、口癖はタカちゃんお金ないよって人だった。絶対売れるわ。お金ないよ。お金で売ってるやつって結構売れてますね。お金ないよって言ったから、当時俺は秋葉原で働いててメイドカフェで働いてたけど、メイドさん16歳でたかってた有野くんっていうのがいたのよ。っていうか、あの、お
金ないって素直に言える人って結構すごいっすよ。いやだから有野くんねバカなんだけど、うん、あのね悪くないバカだから憎めないバカなの。あ、うん、なんか言わすねそういうのね。あのいいところね、財布落とした次の日に財布落として、お前財布落としたらリュックに全部しまえって言ったらリュック置き引きやった。どうしようどんどん嫌いだったアリノ君可愛いでしょ。アリノ君可愛いのよ。なんかあのカラコンをなんかしばらく取り替えてなかったの、その何ヶ月用みたいなやつ、うん、したらカラコンが剥がれなくなって、目が開かない、もうどうしようってなって、あれっすよ、なんかカラコンつけたまま寝るとたまに取れなくなる。そうそう、それを何ヶ月もやってたので、目が開かないっつって浩平救急車呼んでくれって言われて、俺救急車呼んだのよ。目が開かなくて救急車呼ばれて、でしたらなんか目の表面がなんか取れたみたいな、なんか剥がれたってこと、剥がれたみたいな、コンタクトと一緒に。で再生するんすかそこは。なんか視力がめっちゃ落ちたらしい。落ちるでしょうね。とか、なんか髪の毛赤いの自分の染めてるから、なんか手にいつもマニキュアってて手真っ赤だったりとか、オレンジみたいな。きたね。有野くんいいやつなんだよ。あ、でも職場がここで、うちここで、有野くんちここなの？映ってないです。家が。こう直線上なのよ。うんうん、で、なんかよく帰るときに有野くんバイクだったから、ケツよく乗っけてってくれてた。完全に条件が俺と一致するんですよ。大丈夫ですか。赤髪で手がいつも真っ赤でお金ないバイクで送っていく。完全に俺なんだけど。奥さんさっき給料すごいすごい、ね、すごい分厚い給料、ね、でもなんか建て替えナンバーなんで僕やっぱりお金ないですか。俺お金ないんでスポンサー募集しててこういう感じですね。連絡くださいみたいな、つどこでみたいな。いや、つどごいいっすよね。つどごで。つどご超いい。俺もね、お小遣い制始めたいの。お小遣い制っすか、自分にっすか。え、なんかほら、サラリーマンとお小遣い制って言うじゃん。そうっすね。ね、なんかほらなんか稼いできたやつを奥さんに渡して、はいはい、なんか月にさ、お小遣いもらって数万円でやりくりしなさいみたいな、はい、ああ、いいっすね。逆になんか俺家のこと全部やるから、なんかあの課金するから、とりあえず3、40くらい欲しいんですよ。皆さん、月2万だって書いてあるんですよ。月2万あったらガチャ回さないからね。いや基本的にガチャ回すために仕事してるのさ。月2万って月2万ってだって180…ん？ちょっと待って、ね、60連しかできないじゃん。60連じゃダメだよ。え、投げたぎってゲームしないもんね。ゲームしないです。さっきその話になって、だろうゲームしないってなって、あーってなっちゃった。まあ、ごめんね。あー、話進まないって。課金して何が残るのって言ったらね、俺、世界ランク今12なんすよ。この称号。なんかすごいあれなんですよね。そうなんですよ。競争人数が多い。4000万人中の12位だから。フィギュアスケートの人数。フィギュアスケートは国内の競技人口が2000人。2000人。浅田真央はその中の2。2000分の2と、はい、4000万分の12。多分ヒナさんでもすごいっすね。俺らすごいだろ。すごい。浅田ファッキンだから。ファッキン。浅田ごというだから。昔担当にお小遣いあげてたな。いい子だね。いくらあげてたの？なぎなぎなんかお小遣いもらうタイプだもんね。俺マジもうあれっすもん。お金ないんで。いいな欲しいな。俺もそういうのがいい。家賃払っといてくれる欲しいな。俺そういうのがいいんだけど、でもねなんだかんだ格好つけないからね全部出しちゃうの。いいやつじゃないですか、ただの。皆さんは、皆さんはいいやつっすよ。なんか、あるじゃないですか。例えば、まあほら、この仕事してると特にあるのが、まあその稼がせて、どうこうしてお金もらってんじゃないですか。はい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 。うわーなんですよ、途中でなんかもう見え張っちゃうんですか。見え張っちゃうんですよ。見え張っちゃう、なんか全部、え、出すよみたいな。男らしいっすね。え、だからいつもお金ないっすよ。いや、あるじゃないですか。まあ、かっこいいです。金なきゃそれできないですよ、まず。お店で A さしながら、月50万さんのところに置こうとかですね。それがね、すげー。え、お店ででも、お店でですってことは結構レベルすごい。いや、すごいよね。だってね、月にね、結構な金額行くじゃないですか。ちょっとあれだわ、この書いてる子、ガチなの。誰か指名で来てよ。誰が一番タイプ。誰が一番タイプ。そうなりますよね。店エースっていくらなんですかね。まあ店の規模にもよりますよね。まあ確かに、ね、店エースって結構すごいと思うけど、店エースってどんなもんなんだろう。普通のお店で地方のお店じゃなかったらすごいし、
あ、確かに、ね、歌舞伎町と地方の店だった。歌舞伎町と北千住と岐阜で全然違う。違う。歌舞伎町、北千住、岐阜だと全然違う。西新井とかやったらやばいっすよ。西新井とか、確かに竹の塚とか全然違うけど、あと岐阜ね。なんで岐阜出てきたんですか。なんかあるんですか、岐阜並みみたいなの。やっぱ、地味じゃないですか。岐阜、三重、滋賀って俺の中の三大地味。いや、三重県っすよ、僕。で、退入行ったんすよ、ホスクラ。三重県行った。だって、はい、三重ってさ、はい、伊勢神宮なかったら多分もう滅びてるよ。もう、壊滅的っすね。他になんかある、伊勢神宮以外に。地元、その地元の人マジバカにされすぎる。四日市のタワーマンションの最上階が確か 4LDK とかで3000万ぐらいで買えます。4000万ぐらいだった。あ、でも歌舞伎町だったってよ。歌舞伎町どこのお店だろう。この中なら右派でさん、1,2,3 ミックンじゃん。マジですか。好きです。やったよ。好きです。あんま変わんないやつを取ったんですけど、これえもみじまんじゅう、伊勢エビ、伊勢神宮ね、いて。そうだよ、伊勢神宮くらいしかないじゃんって。ない。あと赤福伊勢うどん、まあ、結構知ってんじゃないですか。三重県知ってんすか。あ、三重県なんもないよ。好きじゃないですか。なんもないじゃん。あと岐阜何がある。岐阜って岐阜はばあちゃんちあるんで、上中だと。岐阜ってなんかある。いや、ありますよ。何がある。トイザラスです。トイザラス。メガネロとか。トイザラスあるならいいじゃん。ハローマックじゃないでしょ。はい。ハローマックじゃなくてトイザラスあるでしょ。ハローマックっすか。ハローマックって知らない。ハローマックってなんですか。ハローマックって地方にしかないおもちゃ屋さん。え、そんな知らない。俺、トイザラス。それ、よくわかんない。東京靴流通センターのあのグループのハローマックっていうおもちゃ屋さんがあったの。当時そこでは行くと、ベイブレードが在庫あったもん。いや、懐かしいな、ベイブレード。あれ、結構レアっすよね。結構レアなんですよ。在庫なくなってたっすよ。ドランザーとかさ、ドラグーンとかさ。懐かしい。ベイブレード流行ったの。ドランザー俺ら何歳の時だベイブレードさんが俺、後半だと思うの。もう1分前ですよ。え、だから岐阜って何があるの。岐阜ですか。トイザラスがあるっす。他は虫キングです。ハローマーク結構知名度あったじゃん。これ1分前に何の話してるんですか。終わるの早くないですか。早いですね。今日早いですね。また来週も出れたら出ます。じゃあ俺ガチャ回してますね。今早速コメリ、コメリ知ってる。ミアはもう今日目が痛くて何も喋ってない。目が痛くて喋れない今日。大丈夫、黙ってもパクるわから。なんか出てこい、柳瀬城中。なんか出てこい。え、何も出てこねえ。今回ガチャゴミってる。ちょっと待って、あと23秒で、あと2回は回すわ。あと20秒で20秒で終わり。あと20秒で俺星5出すかな。あ、星4しか出ねえ。マジゴミしか出ねえ。見えない。目悪いの。そうですね。ちょっと待ってね、あと10秒で出るかな。なんかこのメンバーで出たら誰をいじればいいのかわかんないですよ。確かに。あのいじりキャラ見なくなっちゃった。みんな闇抱えてそうだ。